固体メーザーとは、固体の利得倍出で発信するメーザー。従来の固体メーザー発信には、光真空と、希釈冷凍機を必要とする 4K の極低音を必要としていたため装置が大掛かりなため後に、開発されたレーザーと比較して、応用範囲が限られ普及が進んでいなかった。2002年に、日本の研究者たちによって、レーザーでペンタ線を点火した。 有機結晶を冷気することによりメーザー発信する可能性が提案された。2007年にダイヤモンド窒素空港中心を利用した常温でのメーザーが提案された。2012年にペンタ線を点火したピーテルフェニルの結晶を緑色レーザーで冷気してパルスモードで発信する室温メーザーが開発された。熱的特性と機械的特性が比較的劣り、 パルスモードでしか動作できなかった。2015年には量子ドットメーザーの発信が発表された。2018年3月にインペリアルカレッジロンドンの研究チームが半導体メーザーの室温での連続発信に成功した。レーザーでダイヤモンド結晶内の空港中心を冷気することにより発信させる。従来は絶対0度付近での発信だったが、 室温での連続発信が可能になったことにより、広範囲での応用が期待される。従来は、X 線を使用していたトモグラフィや、被破壊検査や、医療診断への適用や、禁止薬物や地雷等の爆発物の検出への適用が想定される。固体メーザーの一種である、半導体メーザーは、渡辺康西沢淳一によって、 半導体レーザーよりも早くから着想されていたにも、かかわらず、室温での連続発信に成功したのは2018年になってからであった。1960年代初頭の半導体レーザーの黎明期には、半導体レーザーを半導体メーザーと呼んでいた時期があったため、当時の文献には、半導体メーザーの記述が散見される。現時点では、キャリア注入による、 直接発信ではなく、ダイヤモンド窒素空港中心を緑色半導体レーザーで冷気することによって間接的に発信させているもので、かつて特木宮三明35から13,787に記載されていたのはキャリア注入型の半導体メーザー発信機であり、これは2018年現在、室温での連続発信には至っていない。ありがとうございます。